霊夢と、マリサの、暴走族チャンネルこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は総武本線について解説するぜ。総武本線は東京駅から銚子駅を結ぶ鉄道路線で、また錦糸町駅で分岐してお茶の水駅に至る支線、小岩駅から分岐して金町駅及び越中島貨物駅に至る貨物支線を持つ路線だぜ。距離は東京銚子間が 120.5 キロ、錦糸町お茶の水間が 4.3 キロの路線距離、最高時速130キロの区間を持つ。千葉県民にとっては生命線とも言える路線だぜ。では総武本線の歴史から解説していきましょう。文章能力とボキャブラリーに欠ける主が作った動画なので、誤字や読み間違いなどあると思いますが、大きな心で見ていただけると嬉しいです。それでは、ゆっくりしていってね。1872年、日本最初の鉄道が新橋横浜間に開通したぜ。その後、日本鉄道会社が、上野熊谷間に民営鉄道を開業するなど、明治10年代後半に全国的な民営鉄道建設ブームが起きたぜ。当然、千葉県内でも鉄道敷設の機運が高まったが、馬車鉄道程度しか計画できないほど資金面に苦労してたんだぜ。貧乏千葉県。そんな中、1887年にある二人の男が立ち上がったぜ。おお、勇者降臨。それは伊能権之丞と、安井春民だぜ。伊能権之丞は佐原の名手で、本所から佐原を結ぶ路線、武装鉄道会社を発起し、対する安井春民は、鳴門で町長を務め、調整に励んでいたが、彼の夢は千葉県に鉄道を敷くことで、同じく本所から銚子を結ぶ、総州鉄道会社を発起したぜ。路線が被ってるね。まあ関西では阪神と阪急と JR の例もあるしな。で、早速両社とも創立の申請を行ったぜ。でもこれで千葉県にも鉄道路線ができて便利に、却下されたぜ。え、なんで？当時は水上交通による輸送がメインでな、さらに利根川と江戸川をショートカットする利根運河の開削も決まったばかりで。利根、江戸両側の水運が便利だし、何よりこの地域は鉄道敷設を必要とするほど発展していない。と、相手にされなかったんだぜ。鉄道敷設のメリットがなかったんだね。二社が競うように同じ区間に対して同時に申請したことに対しても、統合してはどうかという千葉県知事の提案に堅くなに応じなかったことも、印象が悪かったんだと思われるぜ。千葉県に鉄道を敷く夢はどうなるの？そこで敷設理由を変えることにしたぜ。どう変えたの？まず両者話し合いの上競合をやめて、武装鉄道と総州鉄道を合併し、総武鉄道株式会社を創立したぜ。お、ここで総武の名が？ところで総武ってどういう意味なの？旧国名を使用したんだ。そう、は上総の国、下総の国、武、は武蔵の国から一字ずつ取ったものだぜ。上総の国って、房総半島の下の方じゃない？鳴門あたりがギリギリ上総の国に入っているんだ。なるほど。そして却下された直接の原因にもなった、利根運河との競合、の対策にはあるところに接触を図ったぜ。あるところって？陸軍だぜ。陸軍？ああ。千葉の河野台、津田沼、四街道、桜などの軍営所在地に目をつけ、東京まで移動するの大変じゃないですか？千葉の駐屯地と東京を結ぶ鉄道を作ろうと思ってるんですけど、指示していただけませんか？と陸軍にアプローチし、指示を得ることに成功したんだぜ。なるほど、陸軍にとっては美味しい話だもんね。とまあ、軍事輸送をメインと目的を変えることで、利根運河との競合を避けることにすれば、申請の弊害となる要素がなくなったことで、1889年4月にようやく許可が下りたぜ。陸軍グッジョブ。その後、1893年に工事着手し、1894年7月20日に市川桜間が開業。さらに、12月9日には江戸川を越えて本所に達して、ようやく千葉県内初の鉄道が誕生したぜ。ちょうど、8月1日には日清戦争が始まり、早速兵員輸送に活用されたぜ。陸軍の人は鉄道があってよかった、と思ってるはずだね。そうだな、その甲斐もあって千葉の鉄道の重要性が増して、1897年5月1日に鳴門まで、6月1日には銚子まで延伸されたぜ。総武鉄道の念願が叶ったね。しかし東京側のターミナルが現在の錦糸町だったのでまだ便利とは言えなかったぜ。隅田川まではちょっと遠いよね。そこで1904年に両国橋まで延伸し、ここを都心側のターミナルとしたぜ。両国橋駅から路面電車に乗り継ぐことでアクセスが向上したぜ。さらに貨物も両国橋まで運ばせ、ここから隅田川などの舟運を利用して、物資を東京市内へと運んでいたぜ。利根運河に宣戦布告？所要時間が従来の5分の1になるんだ。迷わずこっちを選ぶのは当然だぜ。
おかげで需要が減った利根運河は、水運から観光地化にシフトチェンジすることになったぜ。運送関係でも儲けることができるね。そして、1907年に国有化され、間接鉄道となり、1909年は路線名を総武本線、としたぜ。しかし国有化の煽りを受けて、悲劇の道をたどる鉄道会社もあったんだぜ。どこの鉄道？東武鉄道だ。実は総武鉄道が両国橋まで延伸したと同時に、東武鉄道も亀戸線を経て、両国橋まで乗り入れしていたんだぜ。なんで便利になったのに東武鉄道が悲劇なの？東武鉄道は吾妻橋までルートを所有していたが、周運を利用するには不便だったんだぜ。もともと東武は東京湾岸の越中島まで線路を伸ばしたかったんだけど、政治的な理由で亀戸から先は許可されなかったんだぜ。そこで周運を利用する総武鉄道の両国橋に目をつけ、吾妻橋までの路線を廃止して、総武鉄道に直通させ両国橋までのルートを本線としたんだぜ。だが総武鉄道が国有化されたことで、乗り入れができなくなって、廃止した吾妻橋へのルートを本線に戻すことになったぜ。しかも越中島までの路線は、1929年に総武本線の貨物支線として開業することになり、その後、隅田川を越えて当時最大の繁華街である浅草まで延伸したんだが、それ以上の延伸ができず、結果として私鉄で唯一山手線と隣接していないという、かわいそうな鉄道会社になってしまったぜ。京成は東武との争いに負けて、仕方なく上野に延伸したんだけど、結果として正解だったんだよね。東武どんまい、話が脱線したぜ。時を戻そう。さらっとネタぶっこんできた。だがそんな総武本線も、順風満帆に見えるけどここから少し風向きが変わるぜ。1912年に開業した、京成電気軌道が1921年に、押上から千葉まで路線を延伸したことで、大量の客を奪われてしまったぜ。今なら考えられないんだけど、どうして？京成は社名の通り電車で運行しているのに対し、総武本線は蒸気機関車で、客車を牽引する非電化だったんだ。スピード勝負で乾杯だぜ。こんなスピードで迫れる弱なんでありはしませんよ。通常の3倍のスピードで接近してます。お前もさらっとネタぶっこんでんじゃねえよ。さらに、1923年、関東大震災が起きると、総武本線も相当の被害に遭ったぜ。しかし、震災復興をきっかけとして、都心部への延伸が進められ、1932年に、お茶の水、両国間が延伸され、同区間で電車の運転が開始されたぜ。総武本線もようやく電化に踏み切ったね。さらに、1933年には、市川、船橋と電化が延長され、中央本線中野まで直通運転を実施するようになったぜ。お、今の総武線各駅の原型が？そして、1935年、千葉までの電化が完成したぜ。京成に反撃開始。京成の方は、奪った乗客を死守するために並行する、津田沼、幕張間で。国鉄の電車が走っていたら必ず追い抜け。との通達が出てるほどライバル意識があってな。戦後、GHQ からこの区間での競争を禁止する通達が出されたほどだぜ。あの短い距離を関西の新快速並みにぶっ飛ばしてたってこと？怖いけど乗ってみたいかも。ともかく、千葉までの電化後は、住宅地が広がる地域で通勤型電車が頻繁に運転される、お茶の水方面の西側と、農村や漁村を、蒸気機関車牽引の客車列車が結ぶ、銚子方面の東側に、性格が二分されたぜ。今の総武本線の運行形態はここから始まったんだね。そんな総武本線にまたもや悲劇が訪れるぜ。今度は何？空襲だ。太平洋戦争の末期、米軍による無差別爆撃が沿線を襲い、東京から千葉の一帯が、一夜にして焦土と化したぜ。悲しいけどこれ戦争なのよねー。さらに、米軍が九十九里浜に上陸する、日本侵攻作戦が予測されて、日本軍は、本土決戦に備えた、決防作戦により、総武本線で大量の軍事輸送を行ったんだが、8月15日に、日本はポツダム宣言受諾を発表したことで、沿線での大規模戦闘は開始されたぜ。もし戦闘があったらと思うとゾッとするよ。で、終戦後の総武本線が置かれた環境は、想像以上の劣悪な環境だったんだが、GHQ が国鉄の車両改善予算をなかなか承認してくれなかったんだぜ。GHQ は鬼だね。しかし、両国駅で、総武本線の木造客車を視察した担当官が、あまりのボロさに仰天して、即座にこれを認めたと言われるぜ。鬼も同情する総武本線。で、被災地域の復興も進み、房総東線のスイッチバック解消のため、千葉駅を移転するなど、次第に便利になっていき、今度は、高度経済成長による、東京都市圏の人口が急増したことで、千葉伊勢が複線電化、千葉伊東が単線非電化という、総武本線の輸送事情は逼迫してきたぜ。あのルール詰めの通勤地獄だね。
ああ、総武本線に限らず、どの路線も、乗車率数 100% なんて数字を叩き出し、ひどい時は、窓ガラスを破壊してしまうほどだったぜ。今に比べたら車両も短く、本数も少ないから仕方ないよね。そんな中、千葉伊東の非電化区間が、機動車化モデル線区に選定され、機動車のキハ17系が、蒸気機関車牽引の客車列車から置き換えられ、ある程度の近代化されてきたんだぜ。ザクとは違うんだよ、ザクとは。それでも千葉県は、お茶の水から千葉までの区間と、京成電鉄しか、電化路線が存在せず、関東でも電化整備の遅れた地域となってしまったぜ。当時ディスりネタが豊富だったのは埼玉ではなく千葉だったのか。ああ、下手すりゃ飛んで千葉だったな。そんな中、国鉄はいよいよ本気で対策を行うことにしたぜ。その名も、通勤5方面作戦だ。V 作戦じゃねえよ、いい加減ガンダムネタやめろや。通勤5方面作戦とは、東京から5方向へ放射状に伸びる、東海道本線横須賀線、中央本線、高崎線東北本線、常磐線、総武本線に対する抜本的な輸送力増強計画だぜ。これなら必ず勝てる。これで勝てねば貴様は無能だ、じゃねえよ。時を戻そう。1964年、国鉄初の本格的な都市内地下鉄道になる、東京錦糸町間の新線建設を含む、東京千葉間の快速線建設が決定されたぜ。また、千葉伊東の改善も行い、1968年には成田まで複線化と電化を実現させたぜ。そして、10月1日のダイヤ改正から、中央線の中野始発で成田、木更津へ毎日1時間に1、2本程度、101系電車を使用した電車快速が走るようになったぜ。千葉伊東もだんだん便利になっていくね。さらに、1969年、営団地下鉄東西線が、総武本線のバイパス路線として全線開業し、津田沼まで乗り入れするようになったぜ。バイパス路線として開業したのに、今や総武本線よりも混雑路線になっちゃったけどね。そして、1972年、東京錦糸町間の地下トンネル及び津田沼までの複々線完成により、総武快速線が開業したぜ。複々線の誕生だね。これにより、総武本線の起点が、お茶の水から東京に変更され、新設された東京駅の地下ホームからは、新たに設定された房総方面への快速や特急列車が発着するようになったぜ。だが一方、両国駅は急行列車の発着は残されたものの、その重要性が大きく低下したぜ。あの寂しい両国駅3番線誕生だね。そして、1974年、銚子駅までの電化が完成して、東京からの直通電車特急、潮騒の運行が開始されたぜ。千葉のフラッグシップトレイン誕生。そして最終的には、1980年に SM 分離によって、横須賀線との直通運転が始まり、1981年には、千葉まで複々線区間が延長されて、ついに当初の計画は完成したぜ。総武本線の最終形態だね。ところで SM 分離って何？東京大船間で線路を共有していた、横須賀線電車を S 電、湘南電車を M 電と呼ばれたことから来る、分離運転後の故障だぜ。横須賀線は、横須賀軍港があったことから利用客は多くてな、小田原、藤沢から来る東海道線と同じ線路を使用することで、キャパオーバーとなっていたんだ。そこで横須賀線を、貨物線や新線に走らすことで、東海道線から切り離し、増発を狙ったんだぜ。品格線だね。そして、1987年、国鉄分割民営化によって、総武本線は施設保有と旅客輸送が JR 東日本、貨物輸送が JR 貨物へ承継され、現在に至るぜ。ようやく戻ってきたね。さて、ここまで総武本線の歴史を解説してきたぜ。でもさ、なんで総武本線は他に比べて発展が遅かったんだろうね。輸送ルートが千葉県オンリーだったからだろうな。東海道本線は名古屋、京都、大阪、果ては山陽本線を経て九州までの国内主要都市への大動脈だし、中央本線は海岸沿いの東海道本線が襲われて、通行不能になった際のバイパス路線として徴用されたし、東北本線は当時、北海道開拓に力を入れていて、北海道へは人員の輸送、逆に本州へは石炭などの資源の輸送の大動脈として重要だったし、常磐線は急勾配が続く、東北本線のバイパス路線として必要不可欠だし、高崎線、上越線は、新潟などの日本海沿岸都市の連絡として重要な路線だしな。確かにそう考えると優先順位は下がってくるね。ああ、総武本線が運ぶのは醤油と千葉県民だけだからな。地理的に不利な条件だよね。でも、成田空港ができてからはちょっと変わったね。そうだな、当時羽田空港は発着枠がパンパンで、増加される航空需要に対応すべく、成田空港を開港したことで、総武本線が重要視されるようになったぜ。ここでも京成と争うんだけどね。
でもこれで、ただの千葉県民の足から世界の玄関口へのアクセス路線、としてもはやなくてはならない路線へと成長したぜ。しかし長い解説動画になっちゃったね。そうだな、主もここまで長くなるとは思ってみなかったようだぜ。本来なら、運用状況とか利用状況とか、続いて解説したかったけど、これ以上長くなると視聴者さんも疲れると思うから、分割して投稿していくことにするぜ。次回はいつになるかわかりませんが、気長にお待ちいただけると嬉しいです。さて、ここまでいかがだったでしょうか。またご縁があれば次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録は不要です。それでは、ご視聴ありがとうございました。